どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日3月の24日、カーリー渚選手がね、ついにウィルリンクスに実装ということで、まあ、お待ちかねのキャラ評価ね、本日もやっていきたいなと思います。新しいキャラクターが出ると、そのキャラクターの実用性を、まあ、評価していくというね、大人気コーナーとなっているんですが、今回はカーリー渚ですよ。ダークシグナーをめぐる事件をきっかけにジャックに思いを寄せるようになった新聞記者、記者としてもデュエリストとしてもその実力はいまいち。うん、もうね、いまいちって言われてんだよもういまいちって、もうまあなんだろう、遊戯王界からもういまいちって言われちゃってるんで、まあまあそこはまあ置いといて、で困った時には占い魔女デッキの占い結果に頼りがちと。ダークシグナーであった頃の記憶は全く覚えていないということなんですが、まずですね、まあ、見た目からね評価していくのが私でございまして、まずですね、メガネありの顔面評価1です。メガネありの顔面は評価1、ただしメガネを取った場合の顔面、評価5です。素晴らしいね。カーリー渚美しいんですよ、本当に美しい。これメガネ取った場合は評価5です。そしてスタイル評価5、圧倒的くびれがね、もうね、おへそがね素晴らしいんですよ。おへそが本当素晴らしい。ちょっと見えてないんだけど、今見えてないんだけど、これこうしたら見える、見えないね、見えないから、ちょっと、まあ、見えないから星4まであるけど、ちょっと見えてたら星5なんですよ。これ素晴らしいんですよ、本当にスタイルが。もう佐野ひな子ちゃんもびっくりのくびれしてるんで、まあ、ここで評価5ですね。で肝心の、まあ、カードと、まあ、スキルについて、カード部門評価1です。実用性っていう観点ではですよ、原作好きな方だったらもちろん、楽しいと思うんですけど、実用性という、まあ、例えばランク戦で勝つとか環境と渡り合えるとか、そういう観点で見た場合の実用性ね、1だね。ぶっちゃけ占い魔女っていうデッキって、まあ、ちょっとソリティア性は高いんですけどね、別にね、その強いモンスターじゃねえんだわ占い魔女って、まあ、そもそもその公式キャラもいまいちって言われてるしね。だから、まあ、一応報酬見ていくと、あんちゃんとか、ふーちゃん3枚あったかな、あんちゃんも3枚あって、ふーちゃんも3枚あったかな、で、幸運の前借り、占い魔女ふーちゃん、あんちゃん、受け入れがたい結果、ふーちゃん前借り、フォーチュンスリップ、受け入れがたい結果、これは、前借りとなってるんですけども、そもそもですね、占い魔女モンスターっていうのがちょっと若干やっぱその単体性能としてパワーが低くて、カードとしてドローしたら自分をドローすると特殊召喚相手に見せてできるよっていうような効果とかがあるんで、例えば打ち出の小槌とかリロードとかと相性が良かったり、あと暗黒界の取引とか無の煉獄とかね、ああいうなんかデッキトップ例えば置いて、まあ、例えばそのゾンキャリとかね、ああいうデッキトップ置いてなんかドローするみたいな効果があるカードとは結構相性が良かったりするんですけど、マハードみたいな感じですね。なんですけど、その単体性能がやっぱ弱いんですよね。レベルがこんな感じで低いっていうのもあるし、その攻守がやっぱゼロっていうのがあるん でこれをまあどうしていくかっていうと、そのまあ補助してあげるっていうか、打点アップできる、まあ、サポートカードがあるんだけど、それ使ってもやっぱ若干弱いので、正直占い魔女デッキ、ソリティアデッキには入ると思うよ。そのドローしてなんかこうなんかワンダーワンドとかつけてドローしていくみたいな、そういうソリティアデッキに入ると思うけど、ぶっちゃけその実用性ないんで、なんで、まあ、あえてこいつを育て上げる必要性は、その普通の人はね、好きな人はやってほしいけど、普通の人は多分ないと思います。だから1カードはね。でスキルについてね、これもね、スキルはそのスキルでメガネが外せるんだったらスキルでメガネを外すっていうスキルがあるんだったら評価5だったけど、ざっと見た感じ1ですね。評価1です。まずね、汎用スキルというか、そのレベル上昇とかレベルコピー系がない。レベル上昇とかレベルコピー系はあるかなと思ったんだけど、それがないんですよ。これがかなりきついですね。で、汎用スキルとしてはリスタートと、増強アルファくらいかな。
うん、あとローレベルとかもあるけどね、まあ、この辺とかもあるけど、ハイレベルローレベルあるけど、ぶっちゃけレベル系がやっぱ欲しかったかな 5Ds 勢としては。なのでまあ星1位ぐらいかな、評価1ぐらい。あの固有スキルがね、その占い魔女サポートなんですよ。例えば、ラッキーアイテムはパワーストーンっていうスキルは、自分が占い魔女モンスターをー自身のコールで特殊召喚したターンに、デッキから開運ミラクルストーンを裏側で置くみたいなスキルだったり、まあ、この、まあ、スキルでそのラテンアップしたりとか、占い魔女っていうのはラテンアップしてこうビートダウンしていくっていう、まあ、戦い方になるんじゃないかなと思うんだけども、やっぱそんなに固有スキルがね、ちょっとね、占い魔女自体がやっぱパワーが低いんで使いづらいんですよね。固有スキルだけ見ていくと、ミラクルパワーが湧いてくるかも。自分のフィールド上に、回遊ミラクルストーンが存在する場合、自分フィールド上の占い魔女モンスターの攻撃力は、そのレベル ×300 アップすると。でこのスキルはこのねデッキ草デッキのモンスター占い魔女モンスターのみとかって書いたんだよね。結構これも辛いしね、これも辛いんだよな。まあワンチャンその上の方はちょっと強いかなと思ったんだけど、多分きつい、単体性能が低いから。 OCG の方でもやっぱ低いらしいんですよ、占い魔女デッキがね。で、未来は枯れるんだから、自分の手札の占い魔女モンスター1枚をデッキの上に戻すっていう、まあ要はだからそこで引いてくれと、で効果発動してくれみたいなことなんだけど、まあアドソンだからそもそもこのスキルは。で、前狩りの前狩り、デッキから幸運の前狩りを1枚手札に加えて、次のターンのドローフェーズを、まあスキップするというか、ドローできないっていうことなんだね。まあ、これが一応1枚増えるんで一瞬ね、例えば節類のコストにしたりとかはあるのかもしれないけど、どうなんだろうな。デッキにあのないといけないしね、デッキ外からとかだったらまだわかるけど、デッキないといけないしね、弱いかな。でこれは、自分のフィールド上の占い魔女モンスターの数まで自分の墓地から受け入れ難い結果を手札に加えると。まあ、これ使わないといけないんでね、これ受け入れ難い結果っていうのも、手札から特殊召喚するのにこのカードを使ってるようじゃちょっと弱いかなと思うんだよね。これもちょっと微妙で、落とし物が見つかるかも。自分の手札を1枚から3枚墓地に送って、同じ数だけ自分の、墓地から占い魔女モンスターを手札に加えると。これもなんかって感じじゃないでしょ。で、これ相手の秘密が見えちゃうかも。相手フィールド上にセットされているモンスター1体を確認して、スキルはデュエル中に2度しか使用できないと。セットモンスター確認して強いシーンあんのかな。もう面白いスキルではありますよね。面白いスキルではあると思います。多分マインドスキャンとかでいいと思う。でもそれやるんだったらねなので別にかな、これも。ということで、スキルは残念ですけどね、僕も残念ですけど評価1をつけざるを得ません。これに関してはちゃんと実用性で評価するんで、キャラ評価はね。ただし何回も言ってるように美しいんですよ、メガネを取ればね。メガネを取った場合、ちょっとまあどっかに画像載せとくけどさ、美しいんですよ本当に。スキルでメガネ取ってくれよ。スキルでメガネ取ったら環境トップやったのに、総合評価5まで伸びたのに、マジでブルノみたいにさ、もう存在だけでなんかあの星5みたいな、いくぞ優勢のあの人ね、ブルノって存在が神だから星5みたいになったのにさ。ということで、まあ、脱線しましたけど、今回の総合評価、キャラクター総合評価星2です。スキル1、カード1、ルックス5よって星2です。はい、いかがでしょうか。異論がある方はね、コメント欄に残しておいていただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。メガネ取ってくれ。バイ。